ストマン。それで気持ちを込めて俺と足並み揃えてね、はい、1 2 1 2 1 2 3、はい、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 はい、到着。よいしょ、やばい、すごいの来た、すごいの、すごいね、これすごいっすね、こんな初めて見た。プロジェクト1って書いてある。プロジェクト、これがね、これいいっすね。はははははい、どうもこんにちは。あは、愛を知る県日清ファクトリーからお送りするインチキおじさん組み立てシリーズなんですが、今日は開封の儀っていうことでね、これここにプロジェクト1って書いてありますよね。その CDJ のホームページ上では、まあ今のところ野沢組み立ては、あの野沢メンテナンスは受け付けてないんですけど、あの直接ご連絡があってどうしてもやってほしいというありがたいお言葉をいただければ、それはもちろんご相談に乗るわけでございますね。これは昔から私、埼玉県のお客さん、あ、埼玉県か、埼玉、このお客様は埼玉にいた頃からの長い付き合いで、もう10年以上お付き合いのある方で、もう何台も私から買ってくれているお方が、最新モデルの、つまりこの前間違えちゃったけど、ジェネレーション8、新しいマドンだよね、マドンの一番いいやつ、一番いいやつをプロジェクト1で色決めて、つい最近搬入されたわけですよ、某自転車屋にね。で、某自転車屋さんからこっちに箱のまま回してもらって、私が組み立てるという、業界的にはちょっとあの稀有な形になってますけど、まああんまり細かいところはね、まあさておき、これから私が組んでいきます、愛情を込めて。で、箱出しの儀、まあつまりお客様がこういうのなかなか見れないんで、どういう箱で入ってるかっていうことを今から開けていきますね。実はもう一回開封されていて、そもそも購入元の実店舗さんで中はチェックしてあるんですよね、小傷とかね。まあこれから私も初めてこのどでかい箱、これは宅急便じゃなくて何、引っ越し便で来ましたよ、愛知県までね。開けていきますよ。はい、どうなってんですかね、この中はね。よーお、よろれ、ほう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 、こうなってんのね。おお、なんか蓋を開ける説明書みたいのがある。おお、こうなってるんだ。これはただの説明書、こんなのがあるんですね。何、一番最初にこれを、あ、これとこれを取る、あ、これとこれを取って、中にある棒を取れ、あ、そっか、最初に周りを取るんだ。最初に見えてる、見えてるよね、あ、見えてるね。最初にこれを取れと、よっ、あ、当たっちゃうね、当たっちゃう、よいしょ、エチコがあるから当たっちゃうね、よっ、あ、危ない、何か危ない、やばい、あ、危険だ、これは危険、危険だ、ちょっと待ってね、よいしょ、おお、こうなってるの、こうなってるんですか。これはこっち置いといて、
すごいですね。こうなってるのね。はい、こうなってるんだ。こうなっていて、なるほど。これを抜けと。これを抜いて、そしてこれを抜いて、抜きます。はい。で、これを上に引き上げ、あ、これも取るってことだね、じゃあね。これも取んなきゃダメだね。これも取ります。で、これを上に上げる。上に上げる。あ、ここについてるじゃないね。あ、ここにはまってるね。あ、ここついてるのね。よし。あ、ここにマジックテープでついてるんだね。これを取るんだね。はい、これをマジックテープを取ると、これが取れると。あ、これが取れ、はい。で、これを取ったら後ろも取れると。いやー、こんな感じで入ってるんですね。おー、はい、皆さん、これからなんですかね、プロジェクト1を買う人はこうやって入ってるみたいですね。はははい、なるほど。よし、あんまり焦っちゃね、こういうのはあんまり焦ってやるべきじゃないんで、ちょっとゆっくりバラして、こういう色なんだ、なるほど。グラデーション SLR、 あ、ジェネレーション8ですね、新型。これが本当の新型だよね。デュラだね、デュラ組。はい、はい、これからこれを一回バラして塗装もするんで、フェニックスと塗装をするんで、一回全部バラさなきゃいけないんですね。バラして組み直しっていうことになります。まあ、これからやっていくんで、徐々に情報を発信していきますけど、今日のとこは箱出しの儀、ノーカットでね、全部お見せしたんでリアルかなと思いますけど、今何分、これで8分16秒か。はい、こうなってんのね。はい、埼玉県の K 様、こんな感じでこちらに届きましたんで、これから頑張ってやってきます。じゃあどうも、またねって感じでございます。